ストークオントレントはイングランドのミッドランド西部にある市である。行政上は単一自治体であり、地理的にはスタッフォードシャーに含まれる。人口は255,833万33人。ストークオントレントはイギリスの陶器産業の里とみなされ、ポッタリーズという通称で呼ばれる。6つの町と村を統合して20世紀初頭に死に昇格した。 産業の集合都市、現在はサービス産業と流通業の中心地である。タンストールタワースクエアマンチェスターとバーミンガムのおよそ中ほどに位置する。市は周辺の町と西方にあるニューカッスルイコールアンダーイコールライムの町とを統合して成立した。東方はピーク国定公園である。ハンレー、ストーク、ロングトン、タンストール、 バーツレムを母体として成立したことから5つの町の市で知られている。この時フェントンは小さな村に過ぎなかった。市名は行政の中心が置かれたストークの町にちなむ。形式的な中心地は判例とされ、早くに商業中心地として発展した。ストークという名前は昔の境界区ストークアッポントレントに由来する。ストークは古英語でスティックとなる。 場所の意味であるが、夏の牧草地、交差する場所、待ち合い場所、進行の場所といった様々な意味を帯びる。現在のダービーからチェストトンに至るローマ街道が走っていたことから、交差する場所という意味が有力視されている。市のモットーはビス・ウーニタ・フォーティア。最初の統合の申し入れは1888年で、地方自治法による。 スタッフ,フォード社内の6つの陶器産業の町村が合併するよう決められた。17世紀からこの地域は陶器生産で知られていた。ロイヤルドルトン、スポード、ウェッジウッド、ミントンなどはここで生まれ、ここを基盤とした。石炭を産出することや陶器生産に適した粘土質の土があったことから陶器生産が発展した。トレントマージーの建設は ボーンウォールからの香りナイトを街に運び入れるのと同時に彩色陶器やボーンチャイナ等を運ぶためのものであった。多くの世界中の陶器生産地からストークが高品質の陶器生産の権威役であると目されてきた。何年も努力を重ね、スタッフ,フォードシャーの陶芸の町を有名にしたのは一人の偉人助裁やウェッジウッドである。彼は芸術的な陶芸家であり、事業家であり、 科学者であった。その他にも、トーマス・ウィルドン、クラリス・クリフ、スージー・クーパー、シャーロット・レッド、フレデリック・ハートン・レッド、ジェイベズ・ボドリーらが挙げられる。スタッフォード・シャー北部は石炭採掘の中心地であった。石炭採掘は13世紀から記録が残っている。300平方キロメートルにも及ぶ地域を採掘し続け、1994年に、 最後の炭鉱が閉鎖された。石炭に並行して発展したのが製鉄業である。製鉄会社、シェルトン・スティールワークスは1978年で生産を終了し、残ったプラントも2002年に閉鎖された。第二次世界大戦中、シェルトン・スティールワークスはイギリス空軍に鉄を供給した。スーパーマリン・スピットファイアはその鉄で作られたという。プリミティブメソジストが、 ストーク出身のヒュー・ボーンによって設立された。彼は最初ジョン・ウェス・レイのメソジストに従っていたが、1801年に他元を分かった。ボーンは自身の兄弟と共に最初の教会をタンストールに建てた。彼は日曜学校で女性を平等に扱うのと同様に子供の教育を改善するよう指導した。彼は禁酒運動に巻き込まれた。 多くの初期労働組合が、プリミティブメソジスト出身のリーダーからなっていた。商業区域、ハンレースタッフ土シャー北部は、世界の陶磁器の中心地と呼ばれていた。その歴史は少なくとも12世紀からという。1980年代後半から1990年代に、かけ、ストーク・オント・レントは、イギリス全体の不景気のために、多くの製鉄業、炭鉱、 生徒業の工場が閉鎖された。この結果、スキルはあるが低賃金であるという労働闘争が先鋭化した。しかし2004年の失業率は、ウェストミッドランズ地方全体の水準並みに回復した。テラスのある街並み年間5000万人の観光客がやってきており、これは4400の職種を直に支援していることになる。また、観光客の8割はリピーターであるという。 当時期メーカーの工場直営店をめぐる、ツアー、水路巡りなどが人気である。また、大規模ショッピングセンターがある。スタッフ,フォードシャー大学ストークキャンパスストークシティ、FC のホーム、ブリタニアスタジアム政府観光。ありがとうございます。